はい、こんにちは、くんです。これにブラックオプス3をやりながら雑談していこうと思います。そして、今日のお話なんですが、YouTube でどんなゲームを実況すべきかなんですけど、スマホパズドラ、モンストの、ゲームです。はい、ということでお疲れ様でした、くんでした。するのはちょっとあんまりなので。なんでスマホゲー無料ゲーなのかというと、まあ、モダコン多分やっても無駄だけど、まあ、お子ちゃまが多いんですよ。もうなんて言ってももうしょうがないです、それ事実なんで。お子ちゃまが多いんです。で、じゃあお子ちゃまが多いとどうなるかっていうと、まあ無料、やっぱ自分がやってるゲーム見たいじゃない。なんかよくわかんないゲーム、妖芸とか見せられてもはってなるだけだから、やっぱ自分の知ってるゲームをやってる人を見たいと思うのが普通なんですよ。そもそもだってそうじゃないと検索でたどり着かないし。もうね、ある程度の知名度がある人、例えばホラフキンさんとかだったら、まあ自分の好きなゲームやれば、まあ、ある程度ホラプキンファンは見るし、その検索でもね結果として表示されるから、まあエロサムネとか適当につけてさ、まあそうじゃなくて、その何の知名度もない人がとりあえず何でもいいからゲームやろうってなると、まあゲーム検索から引っ掛けてもらうしかないんですよ。モンストとかで検索した人を釣るとかさ、するぐらいしかないんで、モンストパズドラキッズをなんとかして手駒に収めなきゃいけないと。あんでまあやったらわかるんだけど、モンストとか基本的に何やってもある程度再生数いくから、タイトルさえ決めればタイトルとサムネさえそこそこのものにしとけば、もう何でもどんな動画の内容でもいきますよ、再生数で。まあ無料ゲー時代ですんで、今完全にで、スマホでゲームするっていうのがかなり普通になってきてるから、しかも YouTube もスマホで見るし、まああとね、ヒカキンさんのやってるゲームやったらいいと思いますよ。こんなことを言うとなんかもう身も蓋もないけど、コットとかヒカキンさんやんないでしょ。やんないよね。なんだと思う。伸びないからなんですよ。やってもしょうがない。まあ、それヒカキンがコットやってるってなったら、うわ、なんだろう、見ようとか思うかもしんないけど、いや、毎日見るか？見ないだろう。毎日見たいって思うかって見ない、思わないし、そもそもそんなコットがそんな数字取れないから、コットだけだと。その何十万再生もね。それ1万2万再生取れるかもしんないけど、だってコットで1万再生されてる人が、だってそんなそもそもないっしょ、再生数。毎日10万再生ね、コットで取れます私って人がいれば別だけど、そんな人存在しないし、存在しないので、意味ないんですよ。なので皆さん、パズドラモンストやりましょう。コットとかやる意味あんまないっす。前回ね、まあ、やるんだったらコットだよって話したけど、まあ、それはあれですよ。完全に話が違って BF かコットどっちかやりたいぜって、 FPS やりたいって人だったら、まあコットやるのが一番いいかなってだけの話なので、基本的に FPS とかはやらない方がまあいいかなって気がします。いや、好きだしね。俺も好きだけど、好きなのと伸びるのが違うから、伸びるゲームと好きなゲームって違うんですよ。あとマイクラっすね。マイクラ。今マイクラ子供たちの間で流行ってるんで、子供に流行ってるゲームやればいいんですよ。マリオメーカー、スプラトゥーン、など。子供がやるゲームです、子供がやるゲーム。いいのは。子供がやるゲームって言ったらね、なんか、ちょっとバカバカしい感じもするんだけど、まあ YouTube 自体バカバカしいものなので、バカバカしいものをしましょうっていう風な感じです。あ、やばいな、もう終わっちゃうな。はい、ということで、もう前半だけですけど、ちょっと一回終わりましょうか。あまりにも話がね、もう長く続かない。パズドラモンストが強いでおしまいなんだよ、この話って。まあ、次回ちょっとやってほしい話とかがあったらリクエストしてください。できるだけやろうと思います。まあできればね、俺が話せる内容にしてね。なんか、よくあるのがさ、くんさんのなんかすごいどうでもいい。どうでもいいっすか、なんか、それ俺が話す意味あるみたいなさ、なんだろう、くんさんの好きな科目、数学とかについて教えてください。それ俺が言う意味あるのかなみたいな。まあ、それでもいいけど、あれ、いねえな。あ、いた。まあ、あまり。はい、か。まあ、あまりね、制約するとね、それはじゃダメなんだみたいな話になっちゃうから、あまり制約せずに、まあ、皆さんの意見を広く募集します。ということで、くんでした。またね。グッバイ。